皆さんこんにちは。皆さんは USB Type-C ハブ使っていますか？ USB Type-C ハブって検索すると、多くの商品がヒットしてどれを選べばいいのか迷いますよね。今回はですね、アンカーの USB Type-C ハブについて、いい点とあとは気になる点について話していきます。 USB Type-C ハブ選びの参考にしていただければ幸いです。では行ってみましょう。はい、それではまず気になる点の方から先に話していきたいと思います。気になる点、一つ目はコードの長さです。コード部分の長さはだいたい 17.5cm ぐらいなんですけれども、個人的には長くも短くもない、いまいちな感じかなという印象です。デスクでの使用環境によって異なると思うんですけれども、ノート PC に接続して使用することを前提とした場合ですね、ケーブルトレイを使ってデスクの裏にハブ本体を隠すにはちょっと長さが足りないような気がします。またですね、 PC スタンドを使っている場合はケーブルの長さが足りなくてハブ本体が少し浮いてしまう可能性もあると思います。ハブの重さは 114g なので、ハブ本体が浮くと PC 側のポートに力がかかってしまいます。なので気になる方はいるかもしれないです。皆さんの想定している使用環境で快適に使えるケーブルの長さか確認してみてください。気になる点2つ目ですが、コードの素材です。この USB Type-C ハブなんですが、使用1年半くらいでコードを覆うゴム素材が少しちょっとベタベタしてきました。一応ですね、湿気の多い場所で保管していたわけではなくて、定期的にケーブル部分も含めて掃除もしていました。使用期間がほぼ同じで、保管場所も同じケーブルはベタベタしていないので、もしかしたらベタベタしやすいゴムなのかもしれないですね。はい、ここまでは気になる点について話してきたんですけれども、ここからはいい点について話をしていきたいと思います。まず、ポートの充実さ、これがいいと思います。何よりですね、これ一つでハブに求める機能のほとんどを満たすことができます。ポートとしては USB-A ポート2つ、パワーデリバリーに対応した USB-C 充電ポート、4K30Hz HDMI ポート、高速イーサネット、マイクロ SD と SD カードのスロットとかなり充実していると思います。なので、USB ポートが少ない M1 MacBook Air であったり、13インチの M1 MacBook Pro に最適だと思います。いい点2つ目なんですけれども、付属のケースです。このケースなんですが、ケーブルもすっきり収納できるものになってます。外出するときにはハブであったり充電ケーブルをバッグに入れていくと思うんですけれども、中で絡まりにくくなるっていうのはいいですよね。いい点3つ目なんですけれども、見た目の良さです。 MacBook のスペースグレーのようなカラーで安っぽさは感じないです。ハブとは言っても安っぽい見た目のハブは持ち歩きたくない、使いたくないという方に関してはすごくマッチすると思います。はい、今回はアンカーの USB Type-C ハブについて話をしてきました。正直ですね、コードがベタベタしてきてしまったのは残念なんですけれども、僕の保管方法であったり使用方法に問題があったことも完全には否定できないので、あくまで参考程度にしてもらえればと思います。いい点で話した通り、機能としては申し分ないので、多くの方にお勧めできる商品だと思います。今日の動画は以上となります。この動画が少しでも良かったら気軽に高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。